時刻は18時20分になりました。皆さんこんばんは。大変お待たせいたしました。これより JAXA アカデミー古川宇宙飛行士 ISS 長期滞在ミッション概論 ISS 宇宙実験のリアルを開講いたします。私は JAXA 有人宇宙技術部門で広報を担当しております柳田さやかです。本日のこのイベントの司会進行を担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。さて、JAXA の古川聡宇宙飛行士は、今、国際宇宙ステーション ISS に滞在しています。およそ半年間の長期滞在を予定しているんですけれども、その間、さまざまな宇宙ならではの実験ですとか、技術実証を予定しているんです。で、今日のこの JAXA アカデミーのイベントでは、そのたくさんのミッションの中でも、特にですね、今後の月や火星など、超長期有人宇宙滞在技術、探査技術の獲得に関係するミッションについてご説明していきます。宇宙実験の仕組みですとか、その背景についてぜひ一緒に学んでいきたいと思います。今日のイベント、タイトルにですね、JAXA アカデミーとついているんですが、ここでこの JAXA アカデミーについてもご紹介いたします。今回のイベントは JAXA アカデミーの一環として行うんですけれども、この JAXA アカデミーというのは、去年から始まりました JAXA の教育プログラムなんです。すべての人に学びの機会を提供することを目指しまして、JAXA のミッションですとか、宇宙に関するテーマを皆さんと一緒に考えていこうというプログラムなんですね。大学1年生、2年生レベルの知識がベースで、また対象は主に高校生、大学生の皆さんではあるんですが、今日もですね、多くの社会人の皆さんも参加いただいているようにですね、誰でも参加できるプログラムとなっています。宇宙について一緒に考える貴重な機会ですので、今日はもちろんなんですが、今後もこの JAXA アカデミーのプログラム、ぜひご注目ください。では、今日のイベントの流れについてここでご説明いたします。大きく分けますと、JAXA 技術者による講義、そして ISS 滞在中の古川宇宙飛行士との交信、この2つのパートで今日はお送りしていきます。まず講義については、国際宇宙探査概論、有人宇宙活動におけるロボティクス活用と宇宙ロボットプログラミングコンテストへと続きまして、その後一度休憩を挟んだ後に、宇宙での火災を防ぐ、宇宙実験で理解する燃焼のメカニズム、また宇宙と地上を結ぶ交信というタイトルで進めてまいります。その後予定ではですね、20時20分頃から ISS に滞在している古川宇宙飛行士と交信を結びまして、その講義を踏まえたクイズの出題、また解説などを宇宙から古川さんが行う予定ですので、どうぞ最後まで楽しんでください。また今日のイベント、なるべくこうインタラクティブなやり取りができるといいなと思っておりますので、講師への質問ができるようになっています。この後講義を行う講師への質問がある方は、 Zoom の Q&A のところで受け付けていますので、ここに書き込んでぜひ質問してください。時間の都合で全てのご質問には回答できないんですけれども、何卒ご了承ください。そしてこの Q&A 以外でもぜひ活用いただきたいのがリアクション機能です。もう今日このイベントが始まる前からたくさんのリアクションをね、いただいているんですけれども、講義を聞いてなるほどと思ったりですね、いい学びになったなと思った方は、ぜひこのリアクションの、今もたくさんハートとか、いいねのリアクションをいただいていますけれども、このリアクションボタンを押して参加してみてください。では、どうぞよろしくお願いいたします。では、早速、今日の最初の講義へと進めてまいりましょう。第1部、まずは国際宇宙探査概論に関する講義です。JAXA 国際宇宙探査センターの古賀勝よりご説明いたします。古賀さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 JAXA 国際宇宙探査センターの古賀と申します。それでは、画面の方、表示いたしますのでお待ちください。画面見えてますかね。はい、それでは国際宇宙探査概論と題して、古賀の方からご説明させていただきます。はい、まず今日の目次ですけども、まず背景として、有人月探査の歴史、過去の話ですね。と、あと、これからその先の将来のお話をさせていただいて、その後、今これからどんなミッションが国際宇宙探査で始まろうとしているのかというミッションの紹介をさせていただいて、さらに最後に、
今この瞬間、希望と我々その先の将来のミッションがどんなつながりになるかって、そんなところを確認していただければなと思っています。はい、それではお話を始めさせていただきます。まず、有人探査、月探査の歴史ですけれども、過去を振り返ると、大体こういう傾向があって面白いなと思うんですね。大体20年ごとに、あの人類の月探査っていうのは大きなこう発展を繰り返していると思うんですね。人類が初めて宇宙に出たのはガガーリンの1960年前後ですよね。で、それからアポロの時代、1970年代まで、この20年間っていうのは、まさにこうどん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 外に外に行こうという形だったと思うんですけども、80年からまあおよそ2000年ぐらい、この間の20年って、まあ、より近いところ、低軌道のところ、スペースシャトルとか、あるいは、まあ、あのロシアは宇宙ステーション見るとか持ってましたけども、まあ、そういったところでより宇宙を利用する時代だったと思います。で、2000年代に入ってからは、国際宇宙ステーションという、まあ、シンボル、象徴的な宇宙機が登場して、国際協力でより大規模に地球の低軌道を利用していこうという流れになっていたと思います。じゃあ、その次の20年どうなっていくかっていうのが、まあ、まさに我々2023年、2020年代にいると思うんですけども、それがまさにこの国際宇宙ステーションのような大規模な国際協力でやるようなミッションをさらに遠く、月で、まあ、実施していこうという流れに今なろうとしているということですね。で、さらにもう少し先の未来を言うと、2040年代以降は、もう我々はもうそれを見据えてるんですけども、その先の火星をさらに、まあ、人類のあの活動領域として拡大していこうと、そんなことを考えています。で、この2020年代をもう少しフォーカスしたのがこのスライドですけども、まあいろんな国、各国、日本、米国、中国、ロシア、まあ、イサというのはヨーロッパですけども、インドが月に向かってどんなミッションを、まあ、立ち上げようとしているか、あるいは立ち上げてきたかというところを示しています。まあ一個一個説明するとすごい時間かかるので、まあ見た感じの印象だけ捉えてもらえばいいと思いますけど、すごいたくさんのあのミッション、宇宙機、探査機が送り込まれていると思います。まあ、このように、もうすでにこの2020年代からの、まあ、時代の変化、パラダイムシフトは、まあ、始まろうとしている、まさに始まっていると言っても過言ではない。まあ、そういったところを、まあ、感じ取っていただければなというふうに思います。で、その背景のもと、これは JAXA、あるいは日本、我々自身の、今後の将来のシナリオを示したものですけれども、まあ、我々今国際宇宙ステーションという定期動画があって、月においては実は15年ぐらい前に日本はかぐやっていう探査機を送り込んでいろんな観測をしてました。で、そこから先2020年代どん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 連続していろんなミッションを送り込もうとしてます。個別のミッションの説明は後でしますけども、着陸を月面着陸したり、あるいは月面の表面を車で走り回ったり、あるいは月面にまあある種の基地みたいなものを作ったり、そういうことを我々考えているんですけども、まあ、常にその先にはその上の火星につながるような技術をまあ蓄積しようと、まあ、そんな感じのまあ大まかなあの方向性を我々持ちながら宇宙開発、宇宙探査をしているというところになります。で、ちょっともう少し広い将来計画、ロードマップをまあこのスライドでお示ししてますけども、我々2020年にまずまあ技術実証、重要な4つの技術っていうのを我々、識別してまして、まあ先ほど言った月面に着陸する、重力天体に着陸する技術、重力天体の表面を、まあ車みたいなものを探査する技術、あるいはそこで人が生活するための生命を維持する技術、あるいは月面の外の軌道上で、まあランデブーしてドッキングして、まあ物を補給するような技術、これ日本の得意技術、あるいは得意にしなきゃいけないと思っている技術、こういったものをまずは獲得して、その次の段階ではそれを高性能化して、で、その次、これが少し、アポロの時代の月探査とは違くって、これからの月探査ならではなんですけども、持続可能な探査にするためのインフラを我々これから作ろうとしています。基盤ですね。それを、まあ、作ろうとして、そうすると、その先には、まさに持続可能な、我々宇宙機関だけじゃなくて、民間の、普通の会社が、月面でいろんな活動をしていくということがしやすくなるような世界、そういったところをできるようにしたいというふうに考えているんですね。で、ここで少し面白いので、このどんなインフラを作ろうとしているかというところなんですけれども、ここで重要になるのが月面の水、あるいは水氷と呼んでますけれども、月面に実は水が存在するんじゃないかと言われているんですね。まあ、月面の写真とか見たこと皆さんあると思うんですけど、すごいカラカラの、まあ、砂漠、土漠みたいな感じのイメージだと思うんですけども、まあ、そのイメージは間違ってないんですけども、わずかにも
水が実は含まれてるんじゃないかというふうに思われてるんですね。この特に月の極域には、まあ、水星とか小惑星と太陽風とかそういったところで長い年月かけて、まあ、水の成分が蓄積されているんじゃないかと。でポイントはその月にはクレーターがあって、でかつ月のその軸の傾きってすごいまっすぐなんですよね、太陽に向かって。なのでクレーターの中に永久影、ずっと影で日が当たらない場所があるんじゃないかというふうに思われてるんですね。そうするとそこに蓄積された水はもうずっと蒸発しないで溜まっていくので、それがまあ、ある一定の量存在するんじゃないかとですね。でこの水がなぜインフラにつながるかというと、まあ、もちろん飲み水として使えるという部分もあるんですけども、この水を皆さん学校で習ったと思うんですけど、電気分解すると酸素と水素に変わる。でこの酸素と水素ってロケットの燃料になるんですね。これももしかしたらご存知の方いるかもしれませんけど。なので、これができると、まあ、月面に、まあ、水素ステーションというか燃料ステーションができるようになるんですね。これがすごく魅力的で、これちょっとすごい、グラフ分かりやすく説明したいと思いますけど、グラフなんですけども、横軸が、まあ、有人探査を我々がする回数で、その回数に応じて、縦軸は、まあ、質量ですね。持っていくものの質量というのをどんどん、まあ、蓄積していくと思うんですけども、この傾斜の意味は、行く時の燃料と帰る時の燃料、両方足してこの量になるわけなんですけども、例えば、最初に、この1回目やるときに、すごい重いものを持ってって、現地に燃料ステーションを作ってしまえば、後から行く人は、帰りの便の燃料は現地で積めばいいので、行きの便の燃料だけでいいっていうことになるんですね。そうすると、こういったように、持っていかなきゃいけない合計の量っていうのは、どんどん、まあ、比較的緩やかな傾きになっていく。なので、例えばこのグラフだと6回目ぐらいで損益分岐するわけですよね。で、これが、例えばこれ 0.1% ぐらいの含有率だとします、水が。実はこれがもっとたくさんの量含有してるってなると、どんどんこの損益分岐の回数ってもっと早くなるんですね。なので、どうせ何回も月面に人が行くことが分かってるんだったら、最初から月面に基地を作って、そこで燃料ステーションを作っちゃえば、月面の水資源を活用しちゃえばいいじゃんっていうことになっていくわけですね。まあ、こういったふうに、まあ、アポロの時代では、まあ、一回一回だったんですけど、我々今回は長期で考えて、先に月面に基盤を作って、そして持続可能な探査をしていくと。そういったかなり壮大な計画を考えているというところが、まあ、一つ、まあ、この2020年代以降の有人探査の面白いところかと思います。という将来に向けて、今我々がこれからどんなミッションを考えているかという紹介を少しさせていただきます。まずは、SLIM プロジェクト。これ、ご存知の方いたら嬉しいんですけど、まさに今年の9月に打ち上がって、今ちょうど月に向かって飛んでるところなんですね。で、数ヶ月後にはもう月面にうまくいけば着陸すると思うんですけど、これはピンポイントランディング、行きたいところにピンポイントで着陸するよっていう技術、非常に重要ですよね。で、右の方、これルペックス。これがまさに先ほどご説明した水が月に極域にどれぐらいあるの？どんな形であるの？っていうのを、まあ、調べるための、まあ、ローバー、車ですね。車みたいなものを持って行って調査をするというところになってきます。で、さらにそういった月の状態が分かっていけば、じゃあいよいよ人が行くぞとなって、有人油圧ローバーと、これは、まあ、月面を走るキャンピングカーみたいなものなんですけども、まあ、これ人が乗ってより広い領域の調査、探査する。水のみならず、まあ、いろんな科学的なミッションであるとか、まだ見ぬ資源みたいなのが月にあるかもしれない。そういったものを調べるためのミッションっていうのができる。で、さらに人が行くってなると、食べ物もいるし、まあ、服もいるし、まあ、なんかいろんな消耗品もいるし、あるいは、まあ、実験するための装置もいろいろたくさん持っていけると、まあ、使いやすくなるので、そういったものを運ぶための、貨物輸送機いりますね。これを中型月着陸実証機って、まあ、名前つけてますけども、まあ、3トンぐらいの重さのものを持ってくるような機械、まあ、着陸機を我々計画しようとしています。で、月面のみならず、まあ、月の周りに、これも国際協力で宇宙ステーション作ろうとしていて、そこに対して我々 JAXA、まあ、日本は生命維持のための装置を、まあ、提供したりしようとしてますし、あるいは、この宇宙ステーションゲートウェイというのですね、ゲートウェイに対して物資を補給する、まあ、HTV という ISS に物を運ぶ補給機ありますけど、それを、
まあ、発展させて月にも宇宙ステーションに物を運ぼうとしているというところですね。そういった形で、まあ、貢献していこうとしています。というような一連のシナリオロードマップ上の技術をこう集約していってつなげていけば、これはあの2040年、まあその次の20年の最終的なゴールというか、こんな形になったらいいなっていうのをまあ絵にしているものですけども、月に月面に基地ができて、その現場の資源を活用して、で、そしたら人も行きやすくなって、月面にまあ人の居住ができて、まあ経済活動というか、いろんな人がいろんな価値をこの場で生み出す、みたいなことができるような未来を我々は実現したいなと思っています。ですね。これがまあ今から、まあ今後将来の世界の話で、今じゃあ我々それに向けてどんな、まあ状況にいるかというと、まさに我々実は、まあ、ISS 今日のテーマですけども、希望利用あります。まあこれ実は非常に重要な入り口なんですね。でこの絵、今回希望利用でいろんな実験します、いろんな取り組みしますっていうのを、まあ、1枚の、まあ、チャートで表しているものですけども、特にこの宇宙探査のところについては、ここに注目していただきたいですね。で、将来の有人探査に役に立つ技術、例えば、この後、今日、他の講師からご説明あると思いますけど、特殊な微小重力の、あるいは特殊な重力の環境で物がどういうふうに燃えるんだとか、あるいは、例えば、先ほど、生命維持の話しましたけど、CO2 をどうやって除去するのかっていう、そういったことって地上では実験できなくて、宇宙での環境での実証が必要になる。そういった時に非常にこの希望っていうプラットフォーム、実験場っていうのが非常に重要になってきて、我々そこで出た知見っていうのを将来に活用していくことを非常に期待しているところであります。ですので、今日はぜひこういった壮大な将来の宇宙探査に、重要な意味を持つ希望利用の、お話をぜひ楽しんでいただきたいと思いますので、そういった観点で、各講師のお話を聞いていただければと思います。はい、私からの、講義は以上になります。ありがとうございます。はい、古賀さんどうもありがとうございました。もう本当にこう壮大な計画ではあるものの、遠い未来ではなくても本当にその時代が近づいているんですよね。でまさに今軌道上のその技術実証が将来の国際宇宙探査に役立つことが、その成果が期待されているということで、いろんな理解が深まったと思います。あ、たくさんのリアクションもありがとうございます。ありがとうございます。講義中もへーという表情などね、たくさんありましたけれども。では、古賀さんにですね、ご質問をいただいてますので、早速聞いていきましょう。まずはこちらの質問です。宇宙空間では地上に比べて多くの電磁波や放射線にさらされると思うんですが、その点に関してはどのような対策をされているんでしょうかという質問です。はい、ありがとうございます。素晴らしいご質問だと思います。そうなんですよね。宇宙の放射線の環境で非常に過酷で、地上と大気があるので、まあ、そこで強い有害な放射線というのがシャットアウトしてくるんですか。まあ、宇宙だとそれがないので、まあ、それの反射って非常に重要だと思います。まあ、私の中では2つくらいあって、まあ、人間が浴びれる放射線の量というのは、まあ、限界があるというか、ある程度浴びてしまうと体に害があるので、まあ、どれだけ蓄積してるかっていうのを、まあ、常に把握するようにしてるんですね。そうすると、まあ、こんだけたくさんの放射線浴びちゃったなってなったら、まあ、ちょっとまあ、これ以上浴びないようにしようか。まあ、ちょっと次の、飛行まで時間を空けようかとか、まあ、そういった管理ができるようになるんですね。あるいは、あと、突発的に急に放射線が発生するような、例えば、太陽の活動が急に活発になりましたってなると、太陽から来る放射線っていうのが、やっぱり来ると思うんですね。そういったものは、ちゃんと的確に把握して、もしそういうことが起きたときには、まあそういうのが浴びないような遮蔽された安全な場所、宇宙ステーションの中でも作ってるんですけども、そういったところに避難させるとかっていう運用があります。でちょっと話長くなるんですけど、言いたい月探査専門なので、月ってまたその ISS がいるような環境とはまた特殊で、月面から反射するまた放射線とかもあったりして謎が多いんですよね。で、まあ、その分、恐ろしいなと思う部分もあるんですけども、技術者の立場からすると、興味深いなというのがあって、ぜひそこら辺も、今後の月面探査で調査していって、まあ、人が安全に暮らせるような、
そういった宇宙開発、月面開発に資するような探査をしていきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。ちょっと最初の方で音声が一部、はい、大変失礼いたしました。はい、失礼しました。ありがとうございます。まだまだご質問、はい、答えいただきましょう。事前にいただいた質問なんですけれども、ですね、探査活動で重要視する探査手法、大切な思考方法についてお伺いしたいですというご質問なんですけれども、こちらいかがでしょうか。聞こえますか。聞こえてますか。はい、ありがとうございます。探査活動で重要な思考ですね。これもまた素晴らしいご質問で、いろんな答え方があると思うんですけども、まあ一つ、まあ有人宇宙探査に言うと、まあ人が関わるっていうのは非常に何て言うんですかね、有用かつケアフルに扱わなきゃいけないものだと思うんですね。というのは人って非常に柔軟な考え方ができて、応用の効く動作ができるんですけども、その分、まあ、結構ヒューマンエラーという言葉があるように、まあ、思わぬ失敗もしたりするところもあるんです。ですので、必ず、我々、探査をするミッションのシステムの一部として捉える必要があるかなと思ってます。なので人間っていうのも、まあ、機械と一緒に動く一つのファンクションであって、人間にしかできないっていうところが何かで、機械が得意とするのは何かっていうところで、それをちゃんと役割分担、得意のところを役割分担して、人間だからこそなせるっていうところを、まあ、人間に任せて、機械だからこれはもう非常に確実できるっていうところは機械に任せるみたいな、そういう役割分担っていうのをしていくのが一つ重要な思考かなと思います。お答えになってますかね。ありがとうございます。よくね、有人宇宙探査か無人宇宙探査かという議論になったりもしますけれども、どちらもそのお互いのこういいところ、メリットを生かして協力してやっていこうという探査活動に期待したいなと、はい、思います。で、ライブでもね、たくさんの質問いただいているんですけれども、やはり今後のその国際宇宙探査に向けては、その JAXA ならではの技術というのももちろん期待されていまして、HTV を発展させてゲートウェイへの、物資補給に活用する計画、HTV-X ですね。で、これまでは使用後の HTV は地球の大気圏に再突入させることで燃やしてたと思うんですが、月軌道上の場合はどういうふうに処理するんでしょうかという、確かに考えたことなかったなというご質問なんですが。はい、聞こえますでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、月に、いった、宇宙機の廃棄の話ですね。HTV もそうですけど、その他も含めてなんですけど、まあ、いくつか方法があるとは思います。完全に、なんていうんですかね、もう新宇宙もの方に飛ばしてしまうという方法もあると思いますし、従来、やられていたというか、実績があるのは、やっぱり月面に落とすことをしていました。日本で初めて月探査をしたのは、実はかぐやではなくて飛天っていう90年代の科学衛星なんですけど、それも月面に落下させましたし、かぐやも実は、まあ、同様に落下させるということをしていました。なので基本的には同じようなやり方にはなると思いますが、まあちょっと補足して味付けを言うと、単に月面に落として捨てるというのはおそらくもったいなくて、せっかく月まで持っていた重機なので、ゲートウェイにその月の周りの宇宙ステーションに物を運びますってやった後、運び終わりました。その後月の周りの軌道でできるミッションってすごいたくさんあると思うんですね。月面の周りでその月を観測するでもいいですし、月のその場所から逆に天体を観測するっていうのも非常に特殊な環境だからこそできるっていうところ。あとだから私さっき言いましたけど、月の周りの放射線環境ってまだ謎に包まれているので、その環境計測みたいなのもせっかくできるようなので、おそらく、まあ、ミッション、主のミッションを終えた後も、そのサブのミッションを後続して、まあ、いろんな価値を生み出していくような、そういった使い方になるんじゃないかなと思っています。はい、古賀さんどうもありがとうございました。今の軌道上のミッションがどんなふうに国際宇宙探査につながっていくのかという理解度が深まったと思います。まず最初の講義は国際宇宙探査回路について古賀さんでした。どうもありがとうございました。
では続いては有人宇宙活動におけるロボティクス活用と宇宙ロボットプログラミングコンテストに関する講義です。 JAXA 希望利用センターの永瀬克良よりご説明いたします。永瀬さん、よろしくお願いします。皆さん、永瀬です。よろしくお願いいたします。ではスライドの方共有させていただきます。はい、では、本日このようなタイトルで JAXA で行っているロボットの研究開発いや、ISS で、行うロボットプログラミングコンテストである希望 RPC について紹介したいと思います。本日の内容はですね、大きく2つに分かれています。まずはじめにですね、有人宇宙活動における、ロボティクス活用というパートで、宇宙ロボットの例であるとか、有人宇宙活動においてロボットが担う役割とか、あとはロボットに期待されていること、実際の適用事例というものを紹介したいと思います。で、二つ目が宇宙ロボットプログラミングコンテストについてのパートで、こちらのパートではですね、ロボット開発に必要な、技術や知識の話と、実際のロボット開発について学ぶ機会に、である希望 RPC について紹介したいと思います。なおですね、ロボティクスという言葉が登場してくるんですけれども、まあ、今回の講義の中では、ロボットは様々な作業を自動で行うための機械類、ロボティクスはロボットを作って利用するための技術を指すこととしています。ではですね、まず一つ目の有人宇宙活動におけるロボティクス活用のパートです。ちなみに右側の写真なんですけれども、実際に ISS にあるロボットの写真になっています。上の写真で分かった宇宙飛行士と写っているキューブ型のロボット。これが下の写真の右側のロボット。と同じロボットなんですけれども、これはアメリカの NASA が開発した、アストロビーというロボットですね。こちらですね。で、まあ、この左側のが、ドイツの DLR という機関が開発した、サイモンというロボットで、真ん中が JAXA が開発したロボットになります。で、どのロボットも、ISS で活動する宇宙飛行士、まあ、クルーと呼んでいますけれども、クルーの仕事をサポートするために開発されたロボットになっています。最初にですね、宇宙におけるロボットの例を紹介したいと思います。皆さん、宇宙のロボットといったらどういったものを思い浮かべるでしょうか。まあ、人によって思い浮かべるものは様々だと思うんですけれども、まず ISS に限定して考えると、例えば、カナダが開発したロボットアームシステムのカナダアーム2とか、あと希望日本実験棟に設置されている JEM-RMS といったものがあります。で、ここに宇宙飛行士映ってるんですけれども、まあ、どちらも宇宙飛行士の船外活動を補助したりするのにも使われるものになっています。他にも、NASA のロボノートのようなヒューマノイドロボットもありますし、まあ、ISS に限定しないで、まあ、宇宙探査の分野まで含めてみると、ドイツの DLR が、月面とか火星探査のために開発したこのジャスティというロボット。これは地上から遠隔操作するロボットですけど、こういったものとか、NASA にもこのインジェニティとかパーサビアランスっていう、まあ、火星探査用のロボット。がありますね。で、まあ、ロボットというと、大体こんなところがなんとなく思いつく人もいるのかなと思います。ただ、ロボティクスを活用した、自動自立システムということであればどうでしょうか。まあ、例えば、衛星とか、無人の探査機なんかは基本的にそうだと言えます。まあ、これらはですね、地上からもある程度操作するんですけれども、センサーの情報などをもとに、次の行動を決定することができるようなシステムになっています。例えば、ハヤブサとか、まあ、月面ロボとか、ゲートウェイとか。まあ、実は、見た目はロボットっぽくなくても、いろんなところでロボティクスの技術が活用されています。でなんなら、ISS 自体も、ロボティックのシステムであるということもできます。ではですね、これらのロボットにはどのような役割があるのかっていうのを見ていきたいと思います。まず最初はですね、安全性の向上という観点ですね。例えば、JEM-RMS のような船外に設置されたロボットアームで考えてみると、宇宙飛行士にとって ISS の外に出るということは非常にリスクが伴うことなんですけれども、まあ、実験装置の設置であるとか、まあ、そういった作業でどうしても船外での活動が必要になることはあります。この時ですね、ロボットアームを、ISS の内部、いや、地上から操作することで、クルーが危険を犯すことなく、まあ、船外での作業を行うことができます。で火星とか、まあ、月面においても、ローバーなどを活用することで、人間にとって過酷な環境における活動のリスクを低減することができます。で次の役割はですね、効率の向上という点ですね。
クルーの作業の中には繰り返し行わないといけない作業とか、まあ、なかなか大変な作業がたくさんあります。これは宇宙に限らず皆さんの日常生活でもよくあることだと思うんですけれども、例えばロボット掃除機とか使っている方は、その毎日家の掃除とか片付けをするのは大変ですし、まあ、正直自分でやるのは面倒なので、代わりにロボットにやってもらうんですよね。で、まあ、空いた時間は別のことに有効活用するというわけです。最後が機械の拡大ということで、まあ、人にはできないことをやったり、まあ、いけないところに行ったり、さらなる機械をもたらすということもロボットの役割だと考えています。後ほど紹介するロボットを活用した、プログラミングコンテストというようなイベントによって、まあ、宇宙という領域の、新しい活用方法を生み出したりするわけです。で、話が、少し変わるんですけれども、有人宇宙活動における課題について少しお話ししたいと思います。有人宇宙活動の強みっていうのは、まあ、人がいることによる拡張性の高さだというふうにも言えると思います。まあ、人がいるからこそ植物を栽培したりとか、まあ、新しい実験器具を取り付けたりとか、いろんなことができるわけです。まあ、人がいるのでできることをどんどん増やしていくことができるということですね。ただ、これには常にその時間、宇宙飛行士の使える時間による制約が付きまとってきます。まあ、当たり前なんですけれども、宇宙飛行士は24時間365日働けるわけではありません。宇宙飛行士も人間ですから、まあ、食事とか睡眠が必要になります。なので、まあ、使える時間、これをクルータイムと呼ぶんですけれども、これをどれだけ有効に使うのかというのが非常に重要な観点になります。で、まあ、これが ISS のさらに先を見据えると特に重要なポイントになってきます。今ですね、ISS では1年間の中で毎日ISS にクルーがいるという状態になっているんですけれども、これが月とか火星に行った場合はどうなるかということです。例えば、まあ、ゲートウェイの建設をするときのことを考えてみると、まあ、その建設の一番最初からずっとその現場に宇宙飛行士がいるわけではないかもしれないですね。これがもちろん月面、火星でも同じことになります。で、ましてですね、ISS にロケットを打ち上げるのと同じような頻度で、まあ、月とか火星にロケットを打ち上げるということは難しいので、まあ、なおさらリソースの制約が大きくなります。まあ、そのため、ロボットによるクルー作業の補助とか代替といったことによる、クルータイムの有効活用に期待が寄せられています。JAXA ではですね、こういった課題を解決するためのロボティクス技術の獲得を、目指した活動を行っています。我々はですね、ISS という実際の宇宙環境を持っていますので、これを利用して月とか火星の探査に向けたロボットのテストを行うことができます。まず、地球上で開発された技術を ISS に持っていって、宇宙環境における技術実証を行うことで、地球低軌道異変に、適応するために、技術を改良したり、まあ、新たな技術を獲得していきます。これは単に技術獲得だけが目的なんではなくて、まあ、これを通して地球低軌道における成果を最大化するというのも狙いとしてあります。当然ここで得られた知見、技術というものは地上にフィードバックもしていくんですけれども、この技術を月火星探査のフィールドに適用することで、まあ、将来的な有人探査におけるシステムの革新を目指すというのが、まあ、大まかなロードマップになっています。つまり ISS をですね、将来の有人探査のためのテストベッドとして活用しようというわけですね。この中で、まあ、ロボット、ロボティクスに対しては、先ほどまでにもお話ししたように、クルーの作業の代替支援をすることで効率的に作業を行ったり、まあ、まだ見ぬ空間を事前に調査することで、より安全に探査を進めようということが期待されています。では実際の事例いくつか紹介していきたいと思います。まず、安全性の向上、という観点からですけれども、先ほども少し触れたように、まあ、船外活動 EVA ですね。これについて考えたとき、希望には GEMRMS というロボットアームのシステムがあります。例えばですね、実験設備を、船外に設置するっていう作業の場合、クルーにはですね、船外に出て、作業を実際に行ってもらう代わりに、実験設備を希望にあるエアロックと、いう設備に設置してもらいます。GEMRMS はですね、このエアロックから設備をピックアップして、船外実験用のプラットフォームに設置することができます。で、このロボットアームはですね、当初は希望の内部からクルーが直接操作していたんですけれども、まあ、現在では地上から遠隔操作することもできるようになっています。
まあ、少しずつクルーサポートのための技術も進歩していっているというわけですね。で次、効率の向上という観点になります。これはですね、まだ、研究開発の段階にあるものなんですけれども、例えばこの、左のイントボール、まあ、地上からロボットを遠隔操作することで、クルーの、撮影作業を代わりに行うことを目的としたロボットになります。まあ、また他にもですね、クルーが荷物を運んだりとか、まあ、実験設備の操作をしたりするっていうのをロボットアームで代替しようとしたりしています。こちらはですね、地上での研究開発の例になります。この左側の映像のように、従来クルーの手で行わなければいけなかった実験装置の入れ替えとか、あとはこの右側の映像のように、荷物を運んだり、物をバッグから出したりするっていう作業をロボットで実施するための研究をしています。で、真ん中のこのイントボールですね。これについてはなんですけども、下のこの映像が、イントボール2という2号機の映像なんですけれども、撮影をロボットが行うっていうのとは別に、初号機は実はですね、クルーにロボットの充電をしてもらわないといけなかったんですけれども、これを自動化してさらに、クルーの作業を減らすための改良を加えたりしています。その、自動で充電するための、試験の映像になってですね。でこのイントボール2はですね、すでに ISS に打ち上げられていて、試験的な運用を開始しているところになります。最後、ですね、機械の拡大ということで、先ほども少し触れたように、ISS をロボティクス技術のテストベッドとして活用していくということで、新たな技術の獲得を目指したり、技術開発だけではなくて、ロボットを活用した教育プログラムとか、イベントをすることで、人だけでは実現できないような恩恵を得るというのがこのコンセプトになっています。その一例が冒頭でもお話ししたロボットプログラミングコンテスト、希望 RPC ということになるんですけれども、これについてこの後紹介していきます。では、プログラミングコンテストについてですけれども、詳しく紹介する前に、ロボット開発で必要になる、技術とか知識についても軽く、触れていきたいと思います。まずですね、ロボティクスといっても、実際には様々なエンジニアリングの技術のコンビネーションが必要になります。ロボットそのものを、メカ的に作る技術も必要ですし、ロボットを制御するプログラミングも必要になります。代表的なところでいくと、機構とか設計をする機械工学、あとは電子回路とか、モーター、センサーを作る電気電子工学、あとはプログラミングとかネットワークとか、といったものの情報工学、コンピュータサイエンスという分野が関係してきます。こういった分野を合わせて、メカトロニクスと呼んだりもするんですけれども、こういった様々な分野が掛け合わさることによる相乗効果によって、ロボティクスは成り立っています。特に宇宙においては、ロボットが活動する場所に、人が行くことができないっていうケースも多いので、遠隔化、あるいはロボット自身が現場でその情報収集とか認識を行うことによる自動化、自律化というものの技術向上が必要とされていまして、AI の技術の活用による貢献が特に期待できるこの情報工学という分野の重要度が相対的に増してきているのかなと考えています。でこれについて JAXA のイントボール2を例に考えてみると、イントボール2こちらのような構成になっています。これ直径20センチぐらいですね。この実際に大きさこのクルカさんが持っているぐらいでなんとなくイメージかなと思うんですけども、このイントボール2の形とか、内部構造を含めたそのものを作ったり、素材を決めたりするっていうのが機械工学。で、ここに搭載されているこのモーターだとか、カメラとかマイクっていうものは、電子工学の分野になってくるかなと思います。で、イントボール2はですね、この側面についている、後方カメラ、ステレオカメラによって自分の位置を認識するんですけれども、ここに情報工学の技術が使用されています。ここで一つ紹介したいのが SLAM というコンピュータサイエンスの技術になります。自律移動ロボットはですね、周囲の環境の地図を与えて、その地図上で自分の位置を照らし合わせながら移動していくわけなんですけれども、この環境地図が、未知の環境、まだ地図がない環境においても、自ら地図を作成しながら、自己位置認識を同時に行う、そういう技術を SLAM と呼びます。でこの映像の例ではですね、カメラ画像から特徴のある場所、
を抽出して、まあ、左上の図のように地図を生成していく様子が見て取れるかなと思います。で、このスラムなんですけれども、GPS が必要ないので、特に GPS が使えない宇宙環境においては、重要な役割を持つというふうに考えられています。まあ、これはあくまでも一例なんですけれども、自動化、自律化というものを考えると、例えば画像認識とか、いろんな技術が必要になるわけなんですけれども、こうしたコンピュータサイエンスの分野のスキルを身につける機会として JAXA が、提供しているのが、希望ロボットプログラミングチャレンジ、希望 RPC というコンテストになります。こちらはですね、私が今まさに運営しているプログラミングコンテストになっています。希望 RPC について、紹介したいんですけれども、こちらはですね、ISS の船内にあるイントボールとか、まあ、アストロビーといったドローンロボットを実際にプログラミングして、まあ、その課題解決能力を、競う国際競技会になっています。各国の予選を勝ち抜いて決勝戦に進出したチームが、自分のプログラムで軌道上のロボットを動かすことができます。この競技会の目的なんですけれども、先ほどお話ししたような自動化、自律化のために必要なスキルを参加者の皆さんに身につけてもらうことです。で、まあ、もちろんこの大会に参加したからといって、その必要なスキルすべてを身につけることができるわけではないんですけれども、シミュレーションの環境を使った開発とか、ロボットの姿勢制御についての経験をしたりとか、あとはプログラミングに限らず、宇宙ロボットの開発における課題解決のプロセスを経験してもらったりとか、他の参加者との交流による能力向上といったことが期待されています。この競技会はですね、2020年から毎年開催してるんですけれども、今年の大会が、まあ、先月ちょうど終わったところで、来年も開催することが決まっています。この大会はですね、学生なら誰でも参加可能になってます。毎年小学生から大学院生まで幅広い層の学生さんが参加してくださっています。ですのでですね、本日の参加者の皆さんも、ご興味あればぜひ、来年の大会に参加していただければなと思います。で、私はですね、この競技会の、ま、ルールの検討だとか、参加している各国との調整とか、ま、この右側のアストロビーっていうロボットを使うために NASA のチームと協力して、ま、軌道上の運用を実施したりしながら、この大会の運営をしています。では、ここでですね、軌道上での競技の様子を紹介したいと思います。こちらは今年の大会の決勝戦におけるあるチームの映像なんですけれども、まあ、最初に画面の見方でいくと、真ん中で動いている青いのがアストロビーですね。で、これは学生があらかじめ開発したプログラムによって今動いています。で、青とか赤の四角い枠が表示されているんですけれども、この場所にターゲットが貼り付けられていて、まあ、競技開始と同時に、まあ、システム側から指示されるターゲットの前にアストロビーを移動させて、そのターゲットにレーザーを照射するというのが基本的なルールになっています。今年の競技ではですね、参加者の皆さんには、アストロビーの移動経路とか、まあ、姿勢の制御、あとは次にどのターゲットに向かうか、というのを考えるところとか、ターゲットにレーザーを照射する際の位置補正といった処理をプログラミングしてもらう必要がありました。アストロビーはですね、先ほどスラムのところでお話ししたような自己位置認識っていうものは自動で行ってくれるので、希望 RPC においては参加者は先ほどのようなスラムみたいなところまでプログラミングする必要はありません。まあ、というのが競技の概要と、実際の競技中の映像になります。こちらはですね、今年の大会の結果になります。右側の表示順位表になってまして、台湾のチームは今年は優勝しました。日本チームはですね、残念ながら8位という結果に終わってしまったんですけれども、まあ、軌道上でプログラムを実行した際に、想定外の異常が発生してしまったことで、プログラムが途中で終了してしまったというのが原因でした。で、まあ、こういったですね、シミュレーターのようなその理想的な環境と実際の軌道上の環境とでは、まあ、想定していなかった誤差が発生するっていうのを、体感できるっていうのも、この希望 RPC の重要なポイントになっています。この下の写真はですね、今年の決勝大会の際に決勝進出チームの一部の学生さんが筑波宇宙センターに来てくださったんですけども、まあ、その際の集合写真ですね。で、決勝大会の後にはですね、ワークショップも行いました。ここではですね、東京大学の中須賀慎一教授、まあ、衛星とかロボットの、宇宙で活用される物体の、まあ、知能化技術の研究をされている先生ですけども、中須賀先生、あと、若田宇宙飛行士、あとは JAXA のロボット開発者からの講演がありました。まあ、こういった方たちから、最新の研究開発について紹介があったりとか、
若田飛行士からですね、ご自身の、滞在中の、ISS 滞在中の宇宙での生活についての講演をしていただきました。その他にもですね、下の、その写真のようにですね、学生同士で競技の戦略とか、課題とか改善点について、議論する場を設けるなどですね、参加者間でのコミュニケーションも活発に行われていました。であとはおまけとして、つくば宇宙センターの施設見学なんかも行っていました。まあ、こういった形でですね、ISS のロボットを活用した機械の拡張ということで、将来のエンジニアを育てるための活動を行っています。ぜひですね、ロボットに興味があるっていう皆さんはですね、希望 RPC に参加してみていただいて、将来宇宙ロボットの開発者を目指していただければな、というふうに思います。はい。ということで、こちら本日のまとめになります。私から以上になります。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ロボティクスの技術がね、宇宙でどのように活用されているのかという講義だったんですけれども、先ほどの古賀さんの国際宇宙探査概論の Q&A で、もしかすると音声が聞こえづらい箇所でのお話だったかもしれませんが、まずは電磁波とか、あとは放射線の時に、その対策としてどういったことを考えてますかというご質問で、またその正確な数値を知るところから対応策を考えていくという話がありましたけれども、中瀬さん、こういうロボティクスと技術も、まずはその軌道上で、飛行士の、ね、作業を効率化したりですとか、負荷を軽減するためにというヒアリングを行うことで、さらにどういう技術が必要になってくるかというところを、どんどん改良して磨いていくという感じがしますね。はい。じゃあ、その中瀬さんにですね、はい、どんな質問が来ているのか、ここで見ていきたいと思います。まず最初の質問はこちらです。ISS の中で使われるロボットと、地上で使われるロボットでは、どのような違いがありますか？同じようなロボットを持っていくことができるんでしょうか？開発するにあたり、宇宙、または ISS だからという理由で気をつけることはありますか？というご質問です。そうですね。同じようなロボット。を、ISS に持っていくということ自体は可能かなと思います。ただ、ISS、もちろん宇宙空間なんで、重力がないっていうことを考慮しないといけません。地上で使われているロボットっていうのは、この重力があることを前提とした、設計がなされているものがほとんどなので、ドローンみたいに浮いてるロボットに限らず、例えば、ロボットアームみたいな、ある場所に固定されているような状態のロボットだったとしても、重力の有無が、制御に、そのロボットの制御に影響を与えるっていうケースがありますので、それを考慮した改良を加えないといけないというケースがあるかと思います。あとはですね、有人宇宙活動、ISS っていうところで考えると、それに加えてその安全性とか信頼性っていうものには、ひときわ気をつける必要があると思います。もちろん地上で使われている、ロボット、工場で動いているロボットとかでも安全性にはかなり気を使ってはいると思うんですけれども、もちろん皆さんが使っているかもしれないそのロボット掃除機でも安全性には考慮した設計がされているんですけれども、宇宙ではその条件が特に厳しくなるのかなと思います。あとはその講義の中でもお話したように人が簡単にはいけないので、その壊れてもすぐには直せないっていうような状況になってくるので、その過酷な環境でも壊れないっていう、信頼性が必要になってくるかなと思います。なので、その重力がないっていうところと、安全性、信頼性っていう部分が、地上よりも特に気を使わないといけないところなのかなというふうに思います。はい、重力、安全性というところがポイントでしたね。続いての質問です。大学でプログラミングの授業があり、シンプルなプログラムでも目的通りに動かすのに苦労しています。実際に宇宙開発などで制御を行う場合は、どれぐらい複雑なプログラムなのか教えていただきたいですという質問です。はい。ありがとうございます。まずですね、複雑さっていうのがちょっと私としては意味が二つ取れるのかなと思っていて、まず一つ目のそのソースコードの複雑さっていう、ちょっと細かい話になっちゃいますけど、ソースコードの複雑さっていう意味では、その宇宙開発だから特別複雑になるっていうことはないはずと、思います。で、むしろですね、先ほどもお話ししたような、ソフトウェア自体に高い安全性とか信頼性、が求められるので、かえってできるだけその複雑さをなくすっていうことが、必要になってきます。これが宇宙機とかだと、探査機とかですね、だと、そのプログラムのために使えるリソース、皆さんのパソコンで言うと、例えばメモリとかですよね。そういうもののリソースがすごい少なくなるので、この傾向がより強くなるかなというふうに思います。で、これはソフトウェア
開発の現場では、よくある話で、たくさんの機能を実現したり、難しいことをやるには、そのソフトウェアの規模、大きさ、プログラムの量ですかね。っていうものは大きくなるんですけれども、むしろその作りはなるべく複雑にならないように作らないと、将来の、なんていうんですかね、メンテナンス性とかっていうものを考えると、そのメンテナンス性が損なわれてしまうので、そこには十分気をつかないといけないのかなと思います。で、一方でですね、その質問者さんが気にされているのが、複雑さっていうのが、そのシステム全体としての複雑さっていうんですかね、どれくらいたくさんの機能が、その中で動いているのか、っていうような意味だとすると、これは結構宇宙でももちろん複雑に、かなり複雑になるのかなと思います。例えば、授業で作るプログラム、シンプルなプログラムっていうのが、これ本当に入門的な授業だとすると、例えば2つのデータを与えられて、それを足し算した結果を返すみたいなプログラムだとすると、それはすごいシンプル、かなりシンプルだと思うんですけども、一方で実際のソフトウェアのシステムだと、そういう小さな構成部品をたくさん集めて、一つのシステムを作るわけなんですね。ロボットで言うと、センサーの制御をする構成部品だったり、それがそのセンサーの数だけあったり、そのセンサーの情報から自分の移動量を計算したりとか、自分の位置を計算したりだとか、先ほどお話ししたようなその周囲の地図を作ったりだとか、あとは移動するためにモーターを制御するような部品があったりもします。なので、その次にどういう行動を取るかっていうのを考える部品があったりももちろんするわけですね。なので、その規模とか機能の数によっては、その構成部品の複雑さっていうのはかなり変わってくるのかなと思いますが、先ほどもお話ししたように、ロボット自体の安全性、信頼性っていうものが求められる宇宙という環境では、この機能がかなり多くなってくるのかなと思うので、やはりそういった意味での複雑性は増してくるかなと思います。はい、どうもありがとうございました。プログラミングの、複雑さ、その質問に加えてですね、今日は学生さんも多く参加いただいているということで、こんな質問もありますよ。永瀬さん、どのような勉強をしたら宇宙関係の仕事に就けますかという、ちょっとこれはぜひ今日参考にしてほしいと思うんですけど、どんな勉強をしてきて今に至ってますか？ 私はもともと天文学の研究を大学の時はしてたんですけれども、職業としてはそのシステムエンジニアだったので、大学の時の研究とかっていうのはあまり最初は関係なかったのかなと思います。で、私がソフトウェアというか、システムエンジニアをやっていて思うのは、なんでしょうね。一見その、ソフトウェアに限った話になってしまいますけれども、一見その宇宙とは関係なさそうでも、特にロボットみたいな分野だと、ゆくゆくその先々その宇宙に関わってくるみたいな未来が結構、今だと皆さんもかなりイメージできるのかなと思うんですけれども、自分が就職するような時だと、まだそんなにロボットが世の中に動いているような時期ではなかったんで、あんまりそんな未来はすぐ来ないだろうと思ってたんですけど、いざシステムエンジニアやっててみたら、結構すぐそういう、世の中になってきて、思ったより宇宙、すごい近くにあるなっていうふうにやっぱ思ったりもしたので、なんでしょうね。一見関係ないと思えるものでも、将来的にそこにつながってくる可能性はあるんじゃないかっていうのを考えてもらうと、選択肢はすごい増えてくるのかなというふうに思いますね。実験宇宙とは関係ないようなことも何かにつながるかもしれないということで、その永瀬さんが携わっていらっしゃる希望ロボットプログラミング協議会、そのお話講義でされているとき、特にリアクションがたくさん入ってましたので、きっとね、今日参加いただいた方が、その次回のね、ロボプロに参加してくれるかもしれません。いい情報を提供できたかと思いますので、ぜぜひよひろよしろくおし願いくおし願まいいす。たはしい。ます。はい、はい。永瀬さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。次のセッションは、宇宙での火災を防ぐという、重要なミッションに関してです。宇宙実験で理解する燃焼のメカニズムについて、JAXA 希望利用センターの菊池正夫よりご説明いたします。菊池さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。希望利用センターの菊池と申します。本日はよろしくお願いいたします。資料の方を共有させていただきますので、少々お待ちください。はい。それでは早速ですけれども、お話を始めていきたいと思います。本日ですね、JAXA アカデミーということで、いつもの、ミッションのただの紹介ではなくてですね、ぜひ皆さんに、
宇宙でどういうことが起きるかという科学的な観点ですね、一緒に考えていただく時間になればいいなと考えております。よろしくお願いいたします。はい。それでですね、これが本日の目次になりますけれども、本日ですね、この4番目のところ、フレアと呼ばれる今、実験がまさに、古川飛行士によって軌道上で実施されています。ここのですね、フレアテーマを通じて材料がどういうふうに、無重力で燃えるのかと、こういうことをですね、ぜひ皆さんに一緒に考えていただきたいと思います。で、その前にですね、少し初めにというようなところで、だんだんと導入で入っていきたいと思います。はい。初めにということですね、皆さん、ファラデーという人が書いたろうそくの科学という本があるんですけど、読まれたことある方いますか？もしある方いたらリアクションで反応していただきたいんですけれども、何年か前にですね、ありがとうございます。ノーベル賞を取られた有名な方が、ノーベル化学賞ですね、もう紹介されていたんですけれども、実はこのろうそくが燃えるっていうことは、ものすごくいろいろな勉強になるんですね。非常に示唆に富んでいる現象になります。で、これ1G、通常重力で燃やしたろうそくの写真、皆さんこれ普段目にされると思うんですけども、地上で燃やすとこんな形です。ところがですね、宇宙ステーションとかで燃やすとこういうふうに丸い形になるんですね。これ、皆さん見たことはあると思うんですけど。で、じゃあなぜですね、こういうことが起きるのかを皆さん科学的に考えたことありますか？自分の言葉で説明できますか？本日ですね、ちょっとそのあたりを少し時間をとって、まず頭の体操を通してですね、入っていきたいと思います。で、ろうそくが燃えるって一体科学的に言うとどういうことだと思いますか？で、ここにですね、ヒントとなるような絵もあるんですけれども、まずですね、この炎から熱が伝わって、固体のろうが溶けるんですね。融解という言葉を教科書でも習ったかと思います。ここに物質の状態変化の図を示してますけども、固体が溶けて液体になることを融解と言いますね。で、ここでまず液体になります。で、その溶けたろうがですね、液体のろうが毛細管現象といって、ここの芯の上を重力に逆らってこう上に進んでいくんですね。で、その後どうなるかというと、火炎からの熱でこの液体のろうが蒸発するわけです。液体から気体になるわけですね。で、相変化が起こって、蒸発すると。で、蒸発したガスとしてのろうが対流と、拡散という現象によって、この火炎面、火炎面というのはここ火炎の輪郭みたいな部分ですね。まあ、ここまで輸送されていきます。対流というのは皆さんわかりますかね。鍋の中でお湯を沸かした時にこう、だんだんとこう、下のところからこう、ぐるぐる回るような、上に行ってまたこう、降りてくるような現象で、これは重力があるところでしか起こらない。密度が、温度が高くなって密度が小さくなることで、起こる現象ですね。宇宙ではこれは起こらない現象です。まあ、こういうものと拡散。拡散というのは、濃度が濃いところから薄いところにこう分子がこう勝手に液体とか気体の中を広がっていく現象ですね。まあ、こういうもので熱であったり物質が輸送されるんですけども、で燃料がこの芯からこういくのと同じように、周りからもですね、酸素がこの火炎面に対流と拡散で、まあ、地上ではですね、この特に自然対流の影響が強くて、実はこれ40センチ毎秒ぐらいの速度なんですね。意外と速いんですね。ですので、地上ではこの対流というのが支配的なんですけども、まあ、運ばれると。で、この火炎面というところでですね、蒸気と酸素が化学反応、非常に速い化学反応を起こして、ここで発熱して、同時に光を出して燃えるわけです。これを我々は一言でろうそくが燃えるっていうふうに表現してるんですね。で、実は、これはですね、固体だけではなくて、実はこれ油みたいな液体燃料の雫が燃えている写真なんですけども、地上で燃やすとこれ同じろうそくと同じように上の方に伸びるんですけど、これ宇宙、スペースシャトルの実験で撮られた写真です。まん丸ですよね。これなぜかというと、対流の方向がなくなるんですね。重力だと方向がなくなるということで、この拡散と呼ばれる現象でしか物質というのは燃料であったり酸素です。そういうものが輸送されなくなるんですね。ということで、重力が変化すると、この気層での熱と物質の輸送過程が変わるということで、まあ、こういうドラスティックな、炎の状態の変化が起きるということなんですね。
はい、ここまでが準備体操です。で、ここからですね、だんだんと本格的になっていきますけれども、宇宙での火災安全について考えてみたいと思います。早速ですけど、皆さん、宇宙船で火災なんて起きるわけないじゃないかと思っていませんか？そう思っている方がいたら、ちょっと気をつけた方がいいです。これですね、アポロ13号という、1970年にあったミッションですけども、これは宇宙船の外側になりますけれども、酸素タンクの中の電線ですね、それがヒーターがショートして、ボンと行ってしまったという事故がありました。有名な映画にもなってますね。それから、最近ですけど、ロシアの宇宙ステーションでミールと呼ばれるものが飛んでいました。で、その中で、これは結構大規模な火事が起きてですね、こういうふうに宇宙飛行士の人が酸素マスクをつけて実際に火を消す作業をしなければならないぐらい、非常に危ない状況になりました。というようにですね、実際、宇宙船、あるいは宇宙ステーションの中でも火事は起きます。特に閉鎖空間ですよね。どこにも逃げようがない空間です。家で火事が起きたら外に逃げればいいんですけれども、宇宙船ではそういうわけにはいきません。ので、この有人宇宙船内での火災というのは最も危険なハザード、危険な事象の一つとして、重要視されています。では、どのように、それを防ぐかというお話になります。ここにですね、火が燃えるときの3要素を示しています。火が燃えるには燃料、可燃物ですね、燃えるものとそれを支える酸化剤、まあ一般には酸素です。それから着火源、この3つが揃わないと火は燃えないんですね。で、これを考えていくと、酸素は当然有人宇宙船ですので、これは不可欠です。なくすことはできません。それから着火源ですけども、電気配線のショートとか、静電気とか、こういう意図しない着火源を完全になくすということはなかなか難しいんですね。ということで、着火しても火炎が燃え広がりにくい材料を使おうということで、対応するというのが、宇宙船での基本的な考え方になっています。で、ISS のプログラムでは、NASA が定めた試験方法というのがありまして、こういうチャンバーの中にですね、テストしたい材料を入れて、下で火をつけて、で、これはですね、上にこう火が広がっていくんですけども、この火が燃え広がる距離が6インチ、センチで直すと約15センチです。これ以上燃えてしまうと不合格、それ以下だと合格と、まあ、こういう試験を行って、この材料が宇宙船の中で使えるか使えないかということを判定しています。で、ですね、これまでは材料は先ほど NASA 基準でやっている通常重力で燃やして合格だったら大丈夫だよねと思ってたんですけど、実はそうとも言えないのかなということが最近分かってきました。この左の図ですけれども、こういうふうにですね、電線があると思ってください。電線があって、まあ、風が右から左に来る中を、こちらの方で火をつけて、こう左から右に燃え広がってるよと。で、酸素濃度を当然これ、だんだんと下げていくと、どこかで燃えない条件があるんですね。で、それの差を通常重力の場合と、微小重力、まあ、宇宙ステーションみたいなところですね。で、比較した結果です。これ、皆さん、この図の意味するところ分かりますでしょうかね。通常重力ではこれぐらいの高い酸素濃度で、燃えてたものが、微小重力になるとぐっとこう下がってるんですね。つまり燃えやすくなってるということなんです。まあ、こういう結果が出てきました。これからもう一つ結果を示します。これはですね、3種類の材料について、その材料が NASA 基準で燃えなくなる限界の酸素濃度、これをゼロと、縦軸のゼロとします。で、それぞれ3分の 1G、月の6分の 1G、あるいは無重力という条件でどう変わるかという図です。これ月の6分の1時、皆さん青い三角注目してください。全部の材料マイナスの方に触れてますよね。これどういうことかというと、地上よりもより燃えやすくなっているということなんです。このように実は地上の重力下よりも重力が小さい方が物って燃えやすいのかもしれないということが分かってきました。ですので、今この低重力での材料の燃焼性ということを考えることが非常に重要になってきています。で、特に今、小川さんのお話にもありました有人宇宙探査ですけれども、アルテミス計画では、こういう月面の居住施設での雰囲気をですね、低圧高濃度酸素にすることになっています。ISS とかスペースシャトルは皆さんが生活しているような1気圧
で酸素濃度 21%、まあ、ほぼほぼ同じ環境なんですけども、酸素濃度がこう高くなると。そうすると材料はより燃えやすくなりますよね。でしかも先ほどお見せしたように6分の 1G という重力だと、ダブルの効果で効いてくる可能性があるわけですね。ということで、今、有人宇宙探査に向けて、まあ、こういうことも考慮した適切な、可燃性評価手法の構築ということが非常に大事になってきています。そこでですね、我々、JAXA は固体燃焼実験装置 SSM と呼ばれるものを開発して打ち上げました。これが、星出、飛行士が操作している SSM の写真になります。で、希望の中で見ると、この場所にあります。で、SSM の優れているポイント2つあるんですけれども、先ほど申しましたように、アルテミス計画で低圧高濃度酸素の条件になりますと。で、この条件で、材料の燃え方を観察できる世界で初めての軌道上の実験装置になります。ISS にはこれまでも NASA の材料の燃焼試験装置があったんですけれども、1気圧でかつ空気以下の酸素濃度でしか燃やすことができませんでした。で、アルテミス計画に対応して初めての軌道上装置ということになります。それから一度にたくさんのサンプルをセットして、その後は地上からの遠隔操作で資料を交換できますので、宇宙飛行士の作業時間を節約してですね、実験を効率的にできると。これも大変優れた点になります。こちらの方で、古川飛行士が実際に、SSM をこう組み立ててもらっている時の写真がある、動画ですね、ありますけども、こういうふうに、分解した状態で保管されてますので、また組み立てるときはこうやってですね、宇宙飛行士のお方にこう組み立てていただくということが必要になります。で、この大きな容器が燃焼容器で、実際にはこの中で材料を燃やします。で、その周りにですね、窓を通して観察するカメラが、いろんなカメラがついていて、そのカメラを制御する装置であったり、全体を制御する装置だったりがあります。で、そうですね、ガスボトルも地上から打ち上げて、この燃焼容器に酸素、窒素を供給して実験を行います。で、本日はですね、できるだけ実験の中身について時間を割きたいと思ってますので、装置の紹介はこのぐらいにしますので、ぜひ検索してですね、詳しい情報をご覧いただきたいと思います。さて、ここからが本番になります。フレアテーマを通じて材料の燃焼性を一緒に考えていきましょう。フレアって何ですか？皆さん多分、ご存知ない方の方が多いと思います。これはですね、もう10年以上前になりますけれども、希望を利用する宇宙実験の公募で選定されまして、この英語の名称ですね、低重力での材料の燃焼限界と言われるものの頭文字を取って、フレアというふうに我々呼んでいます。北大の先生が代表の方で、ここにミッションロゴがあるんですけども、JAXA に加えて、まあ、NASA とかヨーロッパの宇宙機関も含めて、大学、世界各国の大学、それから宇宙機関がタッグを組んで、取り組んでいる非常に大きなプロジェクトになります。で、目的としては、材料の燃焼限界、これにですね、重力が与える影響を明らかにして、微小重力環境、マイクロGでの材料をの燃焼性を評価する方法を、新しい合理性を有する手法を国際的に提示しようじゃないかという非常にチャレンジングなミッションになります。で、昨年の5月から希望での実験を実施している真っ只中ということになります。はい、こちらの方も検索してください。さて、固体材料をの上をですね、火炎が燃え広がるか否かが先ほど NASA 基準で合気の分かれ道ですよということを私申し上げました。で、ここにちょっと図を書いてます。これ縦置きにしている固体材料があって、まあこれはちょっと上から下に火が進んでいるケースを考えています。で、下から地上ですと浮力対流があります。で、対流に逆らってこう火が燃え広がっているようなケースですね。これをちょっと詳しく考えるとこんな形になります。ここの下の方が材料で、この赤いのが火炎です。で、右からこう流れが来てます。で、これに逆らって火が燃え広がっていると。でですね、主にこの火炎の先端からの電熱、2ですね。これによってこの材料の表面の温度が上昇して、熱分解温度といって、可燃性のガスを生成する温度に達すると、まあこういうふうにこうガスを発生させるわけです。で、このガスがこう広がっていって、炭素と、拡散して混じって火炎を形成するということになります。で、このプロセスが連続的に起こることで、定常的、ずっとこう火が燃え広がるということが実は起こってるんですね。この、小さい空間で。で、ここに燃え広がりのサイクルを示してますけれども、まあこういうことが連続的に起こっている。どこかで、バランスが崩れてしまうと、
この火炎が維持できなくなって消えるということが起こります。はい。で、火炎の燃え広がり限界ですね、流速次第っていうスライドですけども、これ横軸がその先ほどの図の周りの流速です。で、縦軸が酸素濃度で、この U 字型のカーブですね、これより上が材料が燃える領域になります。で、どうしてこういうことが起きるんですかということですけれども、流速が大きくなると、火炎での化学反応速度が流れの速度に追従できなくなって消えてしまう。ろうそくの火を皆さん、ふってこう消すときありますよね。これと同じことです。吹き飛び消炎。だから、この辺ではどん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 流速が速くなると酸素濃度を高くしないと火が消えてしまう。一方、微小重力で、特有なんですけども、流速を遅くしていくと消えるっていうこともあるんです。これ皆さん不思議に思いませんか？流速を遅くしてなんで消えるんですか？実は、熱損失がこの方が勝ってしまって、消えてしまうという現象が起こるんですね。で、こういう競合する2つのメカニズムがあるために、全体としてはこういう U 字型の、マップになるんですね。で、地上ですと自然対流の速度がこれぐらいですから、これより遅い領域っていうのは発現しないんですけど、例えば月に行くと、半分ぐらいの流速になります。だからここまで来ると。で、微小重力ですと、まあ、なんぼでも遅い条件となりますから、どん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 こっちまで考えなきゃいけないということで、ただこういうマップが書ければ、この材料ってこういう条件だと燃える燃えないが分かるわけですね。で、フレアではこのカーブを予測する世界初の手法を開発して、こういうメリットが あります。まあ、これを活用することで、これから有人宇宙探査にもどんどん、貢献していけるのではないかと考えています。で、希望でどういう実験を行うんですかということですけども、まあ、材料を燃え広がる火炎のサイズですとか、燃え広がり速度ですとか、あるいはこういうふうに、流れの方向を逆転してですね、どういうふうに変わるかとか、まあ、こういう実験を繰り返して行って、先ほどの新手法がどれぐらい正しいかということを検証します。こういった、いろんな形、いろんな材質のサンプルを使った実験を行って、予測の正しさを見ていきます。はい。で、ここですね。ここです。今お見せしているのは、紙ですね。薄い紙を縦に置いてですね、上で火をつけた時の動画です。下から上に対流が流れていて、自然対流ですね。浮力の対流が流れていて、それに逆らっても広がっていくと。まあ、大体皆さん想像しているような、火炎です。で、1G ではですね、静止雰囲気の中でもこういうふうに、火の粉がこう結構なスピードで上にこう流れてるんですね。これは浮力対流の影響です。で、また全体的に黄色みを帯びてると。で、黄色っていうのはその火炎中のすすなどの微粒子が高温で赤熱している影響なんですけれども、一方、微小重力、これは実際に希望で、取得された同じサンプルの燃え広がりです。こちらから20センチ、まあ、半分ぐらいの流速で来てるんですけど、どうでしょうね。どういう違いが皆さん分かりますか？はい。微小重力で低速の中を燃え広がる火炎って比較的こう静かで、燃え広がるにつれてだんだんこう青みを帯びた火炎になっていくんですね。これなぜかというと燃料の消費の速度が遅くて火炎の温度が低いためなんですね。はい。こういう違いがあるということです。で、フレアではですね、燃え広がりの実験の他にですね、電流を流した時の電線の磁着火ということもやります。これ通常重力下で、電流、大きな電流ですね。を流したとき、被覆が溶けてですね、ポタポタ落ちて、火はつかないですね。火はつかない。さあ、無重力だと皆さんどうなると思います？どういう変化が起こると思いますか？じゃあ実際流してみますね。これは航空機実験の映像になります。条件は同じです。はい。こういうふうにですね、1G ではつかなかった条件でも、微小重力だとつきやすくなっちゃうんですね。これ皆さん何でかわかります？わかりますか？マイクロ G では熱が溜まっちゃうんですね。熱が上に行くってことがない。しかも燃料もポタポタ落ちて逃げていくことがない。なので、着火しやすくなるということです。ですので、希望でこういう実験をですね、行って、安全性に関するガイドラインの作成に役立てようとしています。それから、最後、ほぼ最後になります。煙の挙動です。これも実際、希望での実験で撮影された動画になります。ここに薄い露紙があって、ここで、端の方をですね、着火線で加熱してやるんですね。そうすると煙が出ます。で、非常に毎秒数ミリぐらいの流れを流してるんですけど、こういうふうにですね、非常にゆっくり流れていくんですね。皆さん、地上で火つけて煙出すと猛スピードで行きますよね。まあ、こういうふうに流れて、非常に低速の流れが行くわけです。
さて、これですね、実は私たち、この動画撮ったときに、この辺まで来たとき、流れ止めて、カメラ停止したんですね。で、次の作業をするために、カメラもう一回立ち上げたら、こういう絵が映ったんです。私たち想像してたのって、煙流れてっちゃってるから、ないんじゃないのと思って、これなんかフリーズしたのかなと思ったんですね。で、いや、待てよ。念のため風流してみようかと。流してみました。どうなると思いました？これちょっと時間があれなんですけど、ね。まだね、ファンは回ってないんです。もうすぐ流れが起こります。そうするとですね、なんと、動き出したんですね。つまり、カメラがフリーズしてたわけじゃなくって、煙って止まってたんですね。まあ、こういうふうに、1G では当たり前のように煙って上に行くでしょ。でもマイクロ G だと、こういうふうにファン、ちょっとしたファンを止めることで、煙ってずっとそこにいるんですね。まあ、この動画からもですね、いかに流れの状態が、物質ですとか熱の輸送に大きな影響を与えるかっていうことがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。はい。まとめになります。時間はまだですかね。はい。この中で特に、覚えていただきたいのは、固体とか液体が燃えるときって、そのまま燃えてるわけじゃなくて、可燃性のガスになって、ガスで、気層で燃えてるってことがまず一つです。それから、重力は、まあ、その、可燃性気体や酸素などの物質の輸送、あるいは熱の輸送に大きな影響を与えることによって、我々がこう、火炎を見るようにですね、燃焼状態が影響を受けるんだと。まあ、こういった、科学的なバックグラウンドをもとにですね、今、まさに希望では、SM を用いた宇宙火災安全の研究が進んでおります。日本がこのリードする研究によって、これからの有人宇宙探査に向けて、ミッションの成功と、それから安全を担保する。それからいろいろな材料を使いやすくする。まあ、こういった時代を目指してですね、我々取り組んでいるというところになります。はい、私のお話としては以上になります。ありがとうございます。菊池さんどうもありがとうございました。たくさんの拍手のリアクションがありますけれども、本当にそのね、宇宙でのこう燃焼の現象、燃焼メカニズムについて科学的に考えるという、はい、貴重な機会になったんじゃないでしょうか。そのハート拍手ありがとうございます。ではですね、菊池さんへ の事前にいただいている質問からですね、お答えをお願いいたします。宇宙の火災というと燃えるものが金属ばかりであまりないと想像したんですが、具体的にはどのような材質が危険性が高いと考えていて、そういった材質は ISS のどのような場所で使われていることが多いのでしょうか。また沈下において酸素はどのように扱われるんでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。はい、ですね、ISS の船内なんですけども、実は金属以外にも紙とか布とか、いろんなプラスチックの材料が使われています。で、まあ、可燃性の材料もですね、全く使わないというのはなかなか現実的に難しいので、まあ、一定の、条件を満たしたものはそういう形で使われるんですけども、で、特に危ない場所というのは、やはり火災の発生源として可能性が高いのは電気系統ですね。ショートとか加熱とか、そういうことでいろいろ、まあ、火災の発生源になりやすいということで、当然難燃性が高い材料を使うのはもちろんなんですけども、まあ、例えば電線でいうと過電流が流れないようにヒューズみたいなものを仕込んだり、電流使う電流値を抑制したりと、まあ、そういう多層的なですね、安全対策で宇宙ステーションの安全というのを守っています。それから火を消すときですね、沈下のとき、実は例えばISS で火災が起きましたというときは、まず最初にやることは空気の流れを止めることなんですね。先ほど空気の流れが重要ですよというふうにお話しましたけども、まず流れを止めます。で、おそらくは大概のものはそれで消えることを期待してますが、どうしてもそれで消えないというようになった場合には、宇宙飛行士がですね、可搬型ですね、ポータブルの消火器が搭載されていますので、それで、消すと。で、その時に同時に酸素マスク、これもポータブルでは酸素を増えるようにありますので、まあ、そういう状態で火を消せますので、酸素の問題はなく、まあ、無事に火を消すことができると期待しております。まあ、そういう回答になります。はい、そうなんですよね。宇宙飛行士は ISS に行く前に地上でもその緊急事態、 ISS の緊急事態に備えた訓練を行ってますが、もちろんこの火災に対してもそれを防ぐための訓練というのを行っているんですよね。はい、
で続いての質問こちらです。宇宙ステーションの中でもプラスチック材料を少しでも使っているのではと思いますが、どれくらいまでの燃えにくさであれば ISS 内で使えるなど国際的な規格あるいはルールはあるんでしょうかというご質問です。はい、ありがとうございます。実は回答がですね、私の先ほど の説明の中に含まれていたんですけれども、現在の ISS プログラムはその NASA の基準にのっとって評価しているんですね。で、まあ、サンプルを縦置きにして下で火をつけて上にどれぐらい燃え広がるかと、それが6インチ約15センチより火が燃え広がる距離が短ければ合格と、だから6インチ約15センチが合格不合格の分かれ道ということになっています。はい、そして、ね、ライブでいただいているご質問もこれも講義の中で触れられたかと思うんですが、地上より低重力の方が燃えやすいということでしたが、燃え広がりはどちらの方が早いですか。素晴らしい質問ですね。はい、ですね、燃え広がる方向ですね、各気流の流れと燃え広がりの方向が同じかどうかにもよるんですけども、一般的に言うと地上の方が燃え広がる速度は速いですね。で、速い方がその皆さん多分危険じゃないのって多分思われると思うんですけど、そこが難しいというか面白いところで、微小重力で先ほど火って青くなりますよって私言いましたよね。で、青くなってるってことは基本的に火炎の温度下がってます。下がってるんですけど、しぶとく燃えるんですね。で、燃え広がりも非常に遅いんです。地上に比べて遅いんですけれども、本当にこう粘り強くサバイブしていくんですね。で、そこがなかなか一昔前に予想していたほど簡単じゃないなというのがそこにあります。まあ、そういう現象の中に科学的な発見とか面白さもあるわけですよね。はい、はい、ありがとうございます。あとはですね、この回答はコンパクトかな、 ISS 内で最も燃えやすいものは何ですか。燃えやすいものですか。何でしょうね。そうですね、普通に紙とかも使ってると思いますので、そういうものは燃えやすいといえば燃えやすいでしょうね。ただ、当然のことながら、そういう着火源がないようなところで使うことを前提としてますので、すぐ危険というわけではないですけども、おそらくそういうものだと思います。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、はい、国際宇宙ステーションでこう身につけるものとか生活用品もどんどん改良されていますけれども、そういう観点でもこう燃えにくさとかっていうのは大事になってきますよね。そうですね、はい、はい、そしてですね、菊池さん、宇宙での消火器は地球で使うものとはどんな違いがありますかっていうご質問をいただいております。なるほど、はい、ありがとうございます。宇宙ステーションに搭載されている消火器って実は1種類じゃなくていろんな種類があるんですけども、希望に搭載されているのは、私の知る限りは二酸化炭素のガスですかね、それを噴出するのが一番典型的なものかなと思います。で、地上の火災を消すガスもですね、皆さん家庭用とかのいわゆる消火器、ホームセンターとかで売ってるようなあれ噴射されたことって多分なかなかないですよね。ないと思うんですけど、あれって結構泡タイプだと思うんですね。泡タイプのを使ってる、ロシアとかが多分そっちの方かなと思うんですけど、いろいろあるので、そうですね。消火器っていう意味では、比較的類似性はあるのかもしれないですね。はい。はい、たくさんのご回答ありがとうございました。で、菊池さんには宇宙活動を、ね、安全に行うために必要不可欠な火災を防ぐというミッションに関するお話いただきました。菊池さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。さて、では次のセッションに移りたいと思います。今日はですね、この後まもなくですね、20時20分頃から ISS の古川宇宙飛行士との交信を予定しておりますが、その前にその ISS と地上を結んだ交信はどんな仕組みで行われるのかという講義聞いていきましょう。 JAXA 有人技術センターの関川千里よりご説明いたします。関川さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、そう、スライドの方を共有させていただきます。はい、大丈夫ですかね。じゃあ、宇宙と地上を結ぶ交信ということで、お話ししていきたいと思います。おや、どうかね。はい、今日、学生さんがたくさんいらっしゃるということで、ちょっと自己紹介を一つ挟ませていただいています。
ご紹介いただいたように、私、関川千里と言います。大学院時代は、理学部で地球惑星科学科というところで隕石の研究をしていました。JAXA は2011年に入りまして、2016年に現在の所属の有人宇宙技術部門へ来まして、そこから1年間の訓練を経て、2017年に希望運用管制官というふうな認定を受けまして、その後さらに1年間の訓練を受けて、2018年から今の仕事であるフライトディレクターとして、希望日本実験棟の運用に従事しています。そのような立場の私から、今日は宇宙と地上の交信の具体的なところをご紹介できればと思っています。ではまず、どこから交信するのかというところから始めたいと思います。宇宙飛行士との交信を含む希望の運用管制は、希望運用管制室というところがありまして、そこから行われています。この写真に写っている部屋になります。これがどこに、場所はどこにあるのかと言いますと、茨城県つくば市のつくば宇宙センターの中にありまして、ここにある日本地図からつくば宇宙センターの地図を経て、建屋がこういうところにありますというふうなのをこうだんだん拡大していますけれども、つくば宇宙センターの中にある建物の一つのところに管制室があるということになります。この希望の運用は、複数の専門ポジションが力を合わせて毎日行っています。宇宙飛行士と交信する役も JCOM というふうな呼び方で呼ばれている専門のポジションがあります。下の写真は、管制室にそれぞれどの専門ポジションがどこに座るのかというふうのを示したものになります。座る場所が決まっているんですね。JCOM の座る位置もありまして、右下の写真で出しているのは、JCOM として従事している恩師、宇宙飛行士の写真を出しています。この飛行士は JCOM の認定を持っているので、このような形で働くことがあります。では、どのような内容の更新をいつも行っているのかというところも紹介したいと思います。まず一番多いのは、宇宙飛行士が作業している間、作業中の指示ですね。実験装置の組み立てや実験サンプルの交換など、宇宙飛行士が手を動かさなければいけない作業時に行うのが一番多い更新のパターンだと思います。先ほど SM を組み立てるときに、宇宙飛行士、古川さんが作業している写真あったかと思うんですけども、たくさんのボルトだとか、配線だとか、配管だとかを組み立てるときに、やっぱりそこに対して、更新でサポートするというのが多いですね。宇宙飛行士は事前に用意されている手順書に従って、作業していますし、地上側でも同じ手順書を見ているんですけれども、今言ったような細かい点のに関する質問だとか、確認だとかっていうのはやっぱり発生するので、そういうときは双方から様々なやり取りが生じるというのが一番多いパターンです。で、二つ目は緊急時対応ですね。これもさっきの SM の話でありましたけれども、ISS で定義している三大ハザード、重大ハザード、これの一つが先ほどあった火災と、あとは急減圧ですね。デブリとかが当たって、もしも船体に穴が開いたときに、ISS の船内の圧力が下がってしまうので、そういったことだとか、あとは有害物質が船内に広がってしまったような、そういうふうなトラブルが発生したときには、エマージェンシーというふうに定義していて、そういうときには、更新を取りながら対応していくということになります。で、その他、ここまでの重大ではないトラブルについても、何かあったときには更新をして治療と ISS で協力して対応していくということになります。であと、意外かと思われるかもしれないのが、丸さんですね。朝礼と夕礼というのを、平日の朝という方には毎日やっておりまして、ISS と地上の間で朝礼というで行って、これも更新の種類の一つとして挙げられると思います。では、どのように話すのかというところが次のスライドになります。で、更新の音声はヘッドセットからすべて聞こえています。どのヘッドセットを使っているかというのは、右の上の方の写真で例を挙げています。カチューシャタイプのものもあれば、耳に引っ掛けて使うようなタイプもあります。右下の写真の人がつけているのは耳に引っ掛けるタイプですね。で、口元に透明な、パイプ、ストローみたいなのが伸びていると思うんですけども、ここに伸びている集音部に向かって話をするということになります。で、話すためには、3ステップあって、まずは話したいチャンネルを画面からタッチパネルで選びます。右下の写真ではちょっとオレンジの枠で囲っている、四角で囲っているところですね。その16チャンネルの中でどこで話したいかというふうなのをタッチして選びます。
で管制官はあと宇宙と地上で更新できるのは4チャンネルなんですけども、まあ、それだけではなくて、地上間の会話も常時聞いているので、まあ、どのチャンネルで話したいかというふうなのを都度選ぶ必要があります。でその次に手元のスイッチ、まあ、または足元にあるフットペダルを押して、そして最後に話すというふうな、このような3ステップで話をしています。で次に更新できるタイミングについても注意をする必要があります。宇宙飛行士とは ISS と地上で通信が確立しているときでないと更新ができないということになります。で、まあ、通信更新ができる時間帯を AOS、アクリションオブシグナル、更新できない時間帯を LOS、ロスオブシグナルというふうに呼びます。で、この管制室の大画面の一部に赤丸つけていますけれども、そこを拡大すると、ちょっと模式的に書いていますが、このように、まあ、緑とか赤とかのこう四角で、色分けで表示がされているんですね。で、この中だと SG1、SG2 とあるところは、S バンドでの通信の状態、SG3、SG4 とあるところは、KU バンドでの通信の状態を表しています。で、この図の例だと、今 SG1 と SG2 はと緑なので AOS、この2つのチャンネルであれば話せる。SG3 と SG4 であれば赤なので話せないと。いうふうなことがパッと見てわかるようになっています。なので、管制室にいる人は、このステータスを常に注視しながら更新するときには気を配っているということになります。で次は、はい。どのような通信経路で更新しているかということも、次にお話ししたいと思います。はい。まずは左ですね。宇宙飛行士からの音声が聞こえるときは、まず ISS をこう出て、その次 TDRS、また TDRS と呼びますけれども、データ中継衛星を介して、その音声が NASA の地上局に降りてくるということになります。でそこから、まあ、運用ネットワーク、NASA 側の地上の設備、そして海底ケーブルを通って、筑波にある設備にやってきて、最後に希望管制室に届くというふうな流れで、宇宙飛行士からの音声が私たちの耳に聞こえるというふうなことになります。で、地上からの通信はこの逆のルートをたどるということになります。はい。で、今、少し説明して、ちょっと難しいかなと思うのは、TDRS、TDRS についてちょっと説明したいと思うんですけれども、まあ、これは NASA のデータ中継衛星ですね。まあ、複数の衛星が静止軌道上にあり、地球を周回している ISS と地上間の通信を中継している衛星ということになります。この右側に非常に簡単な図を書いているんですけれども、まあ、ISS が地上局と直接通信しようとすると、ISS とその地上にある地上局の位置関係によっては、電波が届かなくて、まあ、通信ができない場所ができてしまう。そんな時間帯ができてしまうと。ですが、まあ、それを助けてくれる図のように、静止軌道に複数の中継衛星を配置すると、まあ、ほぼ常時通信が可能になります。で、メインの地上局はアメリカのホワイトサンズにあって、アメリカ大陸上空に静止している TDRS と通信しています。で、実際の通信状況のイメージを右下に図で示しています。ISS は90分で、まあ、地球を周回していますけれども、まあ、その間の70分、80分ぐらいは、まあ、通信が取れるかなというふうなのが、まあ、よくあるパターンですね。で、これがあとデータ中継衛星がないと、だいたいもう10分ぐらいしか連続したこう通信が取れないというふうなことになりますが、この中継衛星があるおかげで、まあ、長い時間通信できると。で、この隙間が空いている部分、赤い矢印いっぱい立ててますけど、まあ、ここは通信不可の時間帯 LOS だということになります。まあ、ですが、まあ、ここではメインの地上局はホワイトサンドにあるというふうに書いてますけれども、サブの地上局を使えば、ここの隙間も埋めることができる。まあ、例えば、船外活動をするだとか、先ほど前の講義でありました、ロボットアームを使うときだとか、あと補給船が ISS に近づくときは、クリティカルな運用になりますので、そういうときは、まあ、サブの地上局も使って、この隙間も埋めることができる。まあ、なので、ほぼ常時通信が可能ということになります。はい。というわけで、まあ、ISS の運用は日本だけでなく、まあ、もちろんアメリカ、NASA と、そしてヨーロッパや、ロシアとも協力してやっているので、まあ、各国にある管制室から、まあ、今までご説明したようなやり方で ISS に対しても通信をしているということになります。で、それでは、まあ、最後になりますが、ISS からの通信の実際を、
ちょっと宇宙飛行士になった目線でご紹介したいと思います。宇宙飛行士が話すときは、やり方が主に3つあると言えるかと思います。まずは、音声端末装置につながっている有線マイクを使うやり方ですね。壁に左下のちょっと点キーがあるような装置がありまして、そこからこう有線のマイクが白いテーブルで伸びていて、で、それを握りながら話している。これが通信のパターンで一番多いというふうにご説明した、作業時に、やる方法ですね。これが一番多いと思います。で、2番目はワイヤレスマイクを使う方法ですね。で、また3番目のように、ピンマイクを使って、話をするというふうなこともできるようになっています。今日、古川さんがどういうふうなスタイルで来るかはわかりませんが、はい、この3つのどれかのやり方で、更新すると思います。で、最後ですが、ISS ではこんなこともできるということを、音声での地上と宇宙の更新の話とはちょっと逸れるんですけれども、ISS の中での通信ということでご紹介したいと思います。まず、映画やテレビ番組を見るということができます。さすがにちょっとリアルタイムでのテレビ視聴とかはできないんですけれども、映像のデータを地上から ISS に送ることで、飛行士も映画やテレビ番組を見るということができます。よくあの時間にこういうふうなものを見て楽しんでいる飛行士もいると聞いています。でまた2番目、X、旧ツイッターですね、や YouTube の投稿も、多くの飛行士が情報発信しているのを皆さんもご覧になったことあるんじゃないかなと思います。で、また ISS の中には無線 LAN が飛んでいて、宇宙飛行士が作業をするときは、手順書を見るというふうなことを先ほどもお話ししたんですけれども、そのときは、作業の邪魔にならない iPad で見ていて、しかもその iPad を、マジックテープがついていて、ズボンにもマジックテープがついていて、そういうところにこうペタッとくっつけて、手は自由にした状態で、無線なんで iPad で受けて、手順を見ながら作業をしていると。そういうふうな形で宇宙飛行士はいつも仕事、作業をしているというふうな状況です。はい、というわけで私からの話は以上になります。ありがとうございました。井川さんどうもありがとうございました。その宇宙との交信、どんな仕組みで行っているのかというのは、やはり皆さん関心が高かったようで、ずっと何かしらリアクションがね、ありまして、いろんな発見があったんじゃないかなと思いますけれども、朝礼と幽霊があるのは、意外でしたとか知らなかった情報でね、あとは、広報でいろんな講師イベントやってますと、やっぱりロスとか、あとアウスとか、その重要な情報ですので、その仕組みも勉強になりました。その関川さんにですね、どんな質問があるのか聞いていきましょう。まず最初の質問です。宇宙と地上の交信では、数秒のタイムラグがあると思いますが、タイムラグを縮める取り組みとして、どのようなことが行われているんでしょうか。はい、そうですね。タイムラグを何としてでも縮めようというような取り組みは、あまり効かないかなというふうに思いますし、すぐにそのタイムラグを縮めるためのこう装置を実装するだとか、こう機器をアップデートするみたいな話は、私は、はい、聞いてないですね。実際に、監視室で運用していて、更新のタイムラグって質問者の方がおっしゃるように、数秒、2、3秒かなと思うんですけども、それがそこまでクリティカルだと思ったことはあまりないですね。宇宙飛行士がこう手順を見ながらこう作業しているところを、1秒を争って、それは間違ってますみたいな、こうしてくださいみたいにこういう場面はあまりない。そこまでこう焦ったりとか、切羽詰まって、作業をしているというのとはちょっと違うかなと思います。ただこれは人が作業をする場合というふうな前提がつくと思いますので、例えばその自律的に動いている機械の制御であればそういうようなものがクリティカルになる場合もあると思いますし、例えばこう飛んでいる宇宙機に対する通信であれば数秒のラグが気になってくると大きな問題となるというパターンもあると思いますが、ISS の中での宇宙飛行士の作業のサポートという観点では、そこまで困ったことはないかなという、はい。印象ですね。はい。対機械ではなくて、対人であれば、多少のタイムラグであれば、その支障はないということですね。はい。それが基本的かなと思います。はい。はい、続いてのご質問です。更新をする際に心がけていることは何ですか？そして、何か間違えてやり直すときに注意することは何ですか？というご質問です。
はい、そうですね。私は、更新役の JCOM ではないので、JCOM の仕事を見ていてというふうな回答になるんですけども、まず思うのは、やっぱりこう、内容が、簡潔で、過不足ないことが一番重要かなと思います。やっぱりこう、音声だけでこう聞いていると、こう長く喋られても、やっぱ聞いてる側も、こう、覚えきれないというふうなところがあると思いますので、そうですね。簡潔な更新というのは一つ大事だと思います。で、あとは、残りのアオスが何秒あるか、AOS が何秒あるのかっていうふうなのもとても重要なところですね。残り30秒でここまで伝えなければいけないというふうなときは、こう、腕の見せ所ですね。必要な情報を、これも過不足なく時間内に伝えるというふうなのは、必要なスキルだと思います。で、あと個人的に大事かなと思うのは、それを伝える声のトーンが明るかったり、こうポジティブ、なんていうか、ご機嫌であることですね。同じ話を聞くにしても、こう、どういうふうなトーンで来るかによって、こう、モチベーションとかに、やっぱり関わってくるところが、お互いにあるかなと思います。宇宙にいる側も、地上にいる側も。はい。なので、それも、実は重要なんじゃないかなと思います。はい、はい。端的に要点を伝えることも大事ですが、加えて声、気持ちをきちんとこう前向きに明るい声で伝えるというのも、相手に対する思いやりの一つですよね。はい、その通りですね。はい、では、ライブでいただいている質問です。以前、JAXA つくばで関川さんをお見かけしましたということなんです。中学生の方なんですが、これまでで一番困った ISS からの質問というのは何ですか？またその時はどのように連携して解決しましたかというご質問ですが、いかがでしょうか？ちょっと、作業とか仕事とかとは離れた例になってしまうんですけど、ISS の運用って24時間365日入っているので、年末年始のタイミングでこう入ると、明けましておめでとうっていうふうな、こう、メッセージのコールダウン、更新が、宇宙飛行士から来るんですね。で、そこに、いかに気の利いた返しをするかっていうふうな、こう、ちょっとコミュニケーション力が試される場面がありまして、JCOM は、こう、作業があるときしか管制室にいないので、JCOM がいないときは、フライトディレクターが更新をしなければいけないんですね。なので私も、ISS にいるうち、こうして何回か更新したことあるんですけども、はい。こう、そういうふうな、こう、決まってない、こうフリートークみたいな形で、英語で返さなければいけないというふうなのが、こう、何気に一番困った更新でした。ああ、ウィットに富んだコメントとか、ちょっとこう、時にはユーモアも必要になってくると、いろんなスキルが必要なんですね。運用管制官というのはね。そうですね。さて、ではですね、おそらくこれが最後の質問になると思います。関川さん、どういった経緯でフライトディレクターになったんでしょうか。私自身、工学部なんですが、フライトディレクターになるために必要な知識はどういったものでしょうかということなんですが。なるほど。知識ですね。そうですね。必要な知識、管制官として必要な知識は、一番最初の自己紹介の時に、訓練を受けて認定されて管制官になったというふうにご説明したんですけども、その訓練を受ける過程で身につけていくことになると思いますが、工学だとか理系のバックグラウンドがあると、やはりそこは有利な部分もあるのかなとは思いますが、私自身はちょっと理学部の出身で、工学的なバックグラウンドにはちょっと乏しかったので、そこはちょっと頑張って勉強したりとか、今も勉強し続けたりだとか、でもただその希望のシステムがどうなっているかだとか、どのように運用するかというふうなことは、やっぱりこう、あまりそうですね。こう訓練の中で身につけていくべき知識ということになりますかね。で個人的には、大学での勉強というよりかは、ちょっと自己紹介のところで省いてしまった、大学生の時に体育会系の部活に入っていたんですけども、そこでチームワークというふうなところをすごい育てられたと思っていまして、管制官とても人数が
多いチーム、100人以上抱えているので、まあ、その人たちと一緒にまあ仕事をしようだとか、まあ、遠く離れた宇宙飛行士と一緒に仕事をしようと思うと、そのまあチームワークですね、そういうこうスキルっていうふうなのも、重要になってくるという、職業上の、特性があるのかなと、個人的には思います。はい。いろんな知識を深めることはもちろん大事ですが、それに加えて、まあ、様々なサークル活動などで、そういったチームワークのスキルなども身につけていくことも大事ということで、うん、様々なことにぜひチャレンジして、そしていつか宇宙の仕事をね、目指してほしいなというふうに思います。関川さんには、宇宙と地上の交信の仕組みについてお話を伺いました。関川さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、皆様大変お待たせいたしました。無事に ISS 古川宇宙飛行士とつながったようです。では早速国際宇宙ステーションの古川宇宙飛行士を呼んでみましょう。古川さん。皆さんこんにちは。国際宇宙ステーション ISS から JAXA の古川です。はい、古川さん今日もよろしくお願いいたします。今日の講師も楽しみにしておりました。筑波宇宙センターから地上をお届けいたします。今古川宇宙飛行士は ISS の希望日本実験棟からお話ししてくださっているんですが、今回はズームで古川宇宙飛行士の今軌道上の映像をお届けしているというなかなか斬新な機会になっておりまして、ズームではですねたくさんのリアクション、ハートですとか笑顔のリアクションを参加者の皆様からいただいております。まず古川さん、最近の ISS のお仕事ですとか生活の様子、近況を教えてください。はい、長く続く微小重力という地上では得られないこう宇宙環境の特殊性を利用したくて地上での生活をより良くする実験だとか、あるいは近い将来の有人探査に向けた技術実証とか進めています。前の方は細胞が重力を感知する仕組みを調べる実験だとか、新薬開発促進につながるタンパク質結晶、良質なタンパク質結晶生成実験とかです。後者の例は水の再生、する技術実証とかを行ってます。はい。将来の国際宇宙探査などに関わる重要なミッションについてですね、今日この更新の前に JAXA の技術者によるさまざまな講義が行われたんですが、今日の更新では、その講義の内容を踏まえてですね、参加者の皆さんがきちんと内容を理解できたかなということをチェックするためのクイズをなんと ISS 宇宙の古川宇宙飛行士から出題いただきまして、しかも解説までお願いできるということで、この後お願いいたします。で、古川宇宙飛行士への質問もまだライブでも受け付けておりますので、そのですねクイズの後に古川宇宙飛行士にさまざまな質問もお答えいただこうと思います。ではクイズに入る前にですね、今このイベントに参加されている皆さん、今もすでに、ね、たくさんのリアクションをいただいていますが、この後のクイズ全問正解するぞ、気合が入っているぞという方、ぜひリアクション機能を押してみてください。あ、一気に増えましたね。ありがとうございます。たくさんの気合を感じるリアクションをいただいております。皆様全問正解目指してどうぞ頑張ってください。では古川さん、早速クイズへ参りましょう。第1問の問題からお願いします。はい、第1問、非極域の水資源の探査を目的とした JAXA で進行中のプロジェクトはどれでしょう。 A. STREAM B. LUPEC C. MMX。 はい、皆さん回答は10秒で投票してください。月極域の水資源の探査を目的とした JAXA で進行中のプロジェクト、 A. SLIM B. LUPEX C. MMX、 どれでしょうか。はい、では10秒経ちましたね。回答を見てみますと、投票はですね一番多いのが A. の SLIM となっていまして、次いで B. の LUPEX、 C. の MMX が一番少ないという回答になっておりますが、それでは古川さん、このクイズについてですね、解説そして正解発表をお願いいたします。はい、正解は B の非極域探査ミッションルーペックスです。宇宙では地球上に水が豊富、貴重で
現在希望でも水再生装置で水をリサイクルする技術実証を行っています。水は飲むだけでなくて水素を取り出してそれを燃料として活用したりと将来の探査においても、貴重な資源となるかもしれません。でこのルーペックスというミッションでは、月にある水の量や質を調べることを計画しています。はい、ありがとうございました。正解は B の月極域探査ミッションルペックスでした。もう選んだ方残念だったんですけれども、古川さん最初第1問は国際宇宙探査概論からの問題でしたが、古川宇宙飛行士の前回の ISS 長期滞在ミッションではなかった実証になりますよね。はい、その通りです。今回も水を、お小水を飲料水に再生してリサイクルするような水再生装置の技術実証 に携わっておりまして、前回2011年のミッションの時に比べてこの将来の有人宇宙探査に向けて、国際宇宙ステーションを活用した取り組みが、進んでいます。はい、出題そして解説もありがとうございました。さあ続いて第2問はですね、ロボティクスに関する問題です。古川さん、軌道上でイントボール2のミッション、実証が行われていると思いますけれども、その進捗はいかがでしょうか。はい、つい先日もイントボール2の、動作確認に立ち会いました。で国際宇宙ステーションの中は換気のためにこう風が吹いていて、ピタリと止まるのがなかなか難しいんですけども、イントボール2がコマンドに応じてピタッと止まった時には歓声が起こりました。そうなんですよね。もう本当にロボットがクルーの、ね、作業をサポートするという時代がすぐそこまで来ているということでワクワクしますけれども、それでは古川さん、クイズ第2問の出題をお願いいたします。はい、第2問、ロボティクスにおける技術的障壁のうち特に宇宙での導入で顕著となる課題は何でしょうか。 A 通信遅延への対応、 B 人が使うことを前提に作られたものへの対応、 C 物の位置や光などの周囲の条件が変化する環境への対応。はい、出題ありがとうございました。さあ ABC どれなんでしょうか。10秒で回答をお願いいたします。第2問はロボティクスに関する問題です。迷ってる方もいるのかな。一番多いのは C ですね。物の位置や、光などの周囲の条件が変化する環境への対応ということですが、はい、10秒経ちました。一番多いのは C、 次が A 通信遅延への対応、その次が B という回答になっていますけれども、古川さん正解とそして解説お願いいたします。はい、ちょっと難しかったかもしれませんね。イントボール2特異的なのか一般論なのかでちょっと正解が変わってくるかもしれませんが、一般論として正解は A の通信遅延への対応です。これは距離が離れていることによって発生します。国際宇宙ステーションは地上約 400km で地球を周回する軌道ですので、かつ通信の場合は静止軌道にある衛星を経由して行いますので、往復約15万キロの経路で、秒単位の遅延が生じます。でこれがもし火星になりますと、地球と火星の軌道の位置にもよりますが、一番遠い場合でだと光でも約20分かかる距離です。そうすると往復で40分かかることになって、遠隔操作技術の向上だとか自動化、自律化というのが重要になってきます。はい、ということで正解はですね、 A の距離が離れていることにより発生する通信遅延への対応ということでした。ちょっと難しかったかもしれませんけれども、 A を選んだ方おめでとうございます。さあでは続いてのクイズは第3問、火災安全性向上に関する問題ですね。古川さん、宇宙空間での火災安全で気をつけていることはどんなことでしょうか。はい、外部が真空の、国際宇宙ステーションでは万が一火事が起こると外部に逃げられないのでとても大変です。それゆえ、今日の講義でも説明があったかと思いますけども、火災が起きないように全ての機器が、設計されています。でも万が一に備えて各モジュール、この部屋には消火器が備えられていて、そのための訓練も行いました。
はい、ありがとうございます。ではその火災安全性向上に関する問題の出題お願いいたします。はい、第3問、皆さんご存知だと思いますが、地上でろうそくを燃やすと火炎の内側ではなく外側の空気と接する部分の温度が最も高くなります。では微小重力環境で固体材料を燃やしたときに形成される火炎で最も温度の高い部分はどこでしょう。 A 火炎と周囲空気の境界付近、 B 火炎の内側、 C どこでも温度は同じ、どれでしょうか。はい、皆さん考えて10秒で回答してください。微小重力環境で固体材料を燃やしたとき形成される火炎で一番温度が高い部分どこなんでしょうか。周囲空気の境界付近なのか内側なのか、どこも温度は同じなのかお答えください。さあ10秒が経ちましたかね。皆さんのこれ回答は見られますか。はい、一番多いのは A の火炎と周囲空気の境界付近で、僅差で多いのが火炎の内側ということなんですけれども、さあ ABC どれが正解なんでしょうか。では古川さん、正解の発表解説お願いします。正解は A、 火炎と周囲空気の境界付近です。燃料の蒸気が酸素と混合して燃えるような場合、燃料の完全燃焼が起こる、そんな燃料濃度の位置に火炎面が形成されます。それは地上でも微小重力環境でも同じなので、地上と同様火炎の外側、周囲空気との境界付近の温度が最も高くなります。はい、古川さんありがとうございました。正解は A ということで、正解した方おめでとうございます。さてでは次が最終問題となります。今我々が行っている更新に関する問題です。古川さん出題お願いいたします。はい、第4問、次のうち国際宇宙ステーションの緊急時の音声更新ではどの周波数帯域をメインで使用するでしょうか。A、S バンド、B、KU バンド、C、KA バンド、どれでしょうか。皆さん考えてみてください。10秒です。さあ、ISS の緊急時の音声更新で周波数帯域どれをメインに使っているのか、A、S バンド、B、KU バンド、C、KA バンド、どれなんでしょうか。はい、10秒が経ちました。これも皆さん迷っていましたが、一番多いのが B の KU バンド、次が A の S バンド、3番目が KA バンド C ということになりました。見事に3つに分かれた回答となっていますが、では最終問題、古川さんから正解の発表と解説をお願いいたします。はい、難しかったかもしれませんが、正解は A、S バンドです。電波というのは高い周波数の方が減衰しやすい性質があります。より高い周波数である KU バンドや KA バンドだと、地球の大気中にある雨とか雲の影響を受けて減衰しやすいので、緊急時にはより確実な通信を目指して、低周波の S バンドを使います。はい、ありがとうございました。ということで正解は A の S バンドでした。さあ4問古川さんに出題いただきましたが、参加者の皆さん全問正解できたという方、リアクションをお願いいたします。どうでしょうか。あ、結構いらっしゃるけど泣いてる表情のリアクションも多いですね。はい、チャレンジどうもありがとうございました。さあではですね、最後に古川宇宙飛行士にですね質問をお伝えしますので回答をお願いいたします。まずは事前にいただいているご質問からです。前回の ISS 長期滞在と今回で、ISS 内で変わった部分、逆に変わらない部分はどこですかというご質問です。はい、変わった部分は、内部の電子機器を中心に、あと実験装置とかがより新しく、優れたものに変わっている点、それから、家でいうと建増しですね。新たなモジュール、こちらは企業、民間企業さんが作ったモジュールが、ドッキングしている点です。で、新しい装置を使ってより高度な、通信も速くなりますし、より新しい
最新の実験ができるようになってます。それから建て増しした部分は企業さんが作ったものということで、近い将来の民間商業宇宙ステーションへの準備が進んでいるなと感じます。変わらない部分は家の本体の部分、国際宇宙ステーションのメインボディの部分、それから、仲間、軌道上の仲間の宇宙飛行士、それと地上の仲間と力を合わせてチームワークで課題を解決して仕事を進めていく、そういう仕事のスタイルの部分は変わりません。はい、仕事のスタイルの部分は変わらないけれども、 ISS の機器はどんどん進化しているということで、もう作業の手順書も紙から今 iPad ということでどんどん進化していますよね。そしてライブでいただいている質問を最後にお答えいただきましょう。地上と ISS で使う筋肉の違いはありますか？今古川さんは足元を固定して浮かないようにしていると思うんですが、足だけで体を固定するのは足の筋肉をかなり使いそうだなというふうに感じましたというご質問です。筋肉に関する質問です。はい、ご質問ありがとうございます。地上とは違った使い方かと思います。体重を支えて前へ進んだりとかっていうことに主に足を地上では使うんですけども、宇宙の場合は今ご指摘のように姿勢を保持したりだとかするように、この足の甲の部分を手すりに引っ掛けて、その甲の部分を上げてこう力を加えたりとか、ちょっと違った使い方をすることになります。ただそれだけですとやっぱり筋肉は衰えてしまうので、毎日しっかりウエイトトレーニングのような優れものの機械を使ってトレーニングをして筋力を地上にいた時に近いレベルに保っているのが現状です。ご質問ありがとうございます。はい、古川さんありがとうございました。では今このイベントに参加されている皆さんに最後にですね、20秒ほどで一言お願いいたします。なぜだろう、不思議だろうと思う気持ちを今後も大切にしてください。それから自分の頭でしっかり考えてようにしてください。はい、どうもありがとうございました。古川さん、これからも頑張ってください。応援しています。皆さんありがとうございます。でしょうか。はい、皆さんどうもありがとうございました。限られたお時間での更新となりましたが、古川宇宙飛行士の元気な姿見られまして、また今日のね、講義を踏まえた、理解度のクイズですとか解説を聞くことができました。でたくさんのリアクションもありがとうございました。アハートマークもたくさんありがとうございます。およそ2時間半と、まあ、長時間にわたってお送りしました古川宇宙飛行士 ISS 長期滞在ミッション概論、これにて終了となります。本当にご参加どうもありがとうございました。この後最後にはですね、ズームにアンケートが表示されますので、ご回答の協力をどうぞよろしくお願いいたします。今回は ISS の古川宇宙飛行士のミッションを通じて、宇宙で行われている実験の仕組みですとか背景をですね、皆さんと一緒に考える機会となりました。古川宇宙飛行士のミッションはこの後もまだまだ続きます。軌道上でどんな活動をしているのかというレポート記事はですね、JAXA 有人宇宙技術部門のサイトで公開しておりますし、また SNS でも情報発信しておりますので、こちらもぜひチェックしてみてください。更新イベントも今後予定されております。そうした情報もですね、ぜひサイトでチェックしてみてください。またですね、すべての JAXA アカデミーのプログラムの詳細は JAXA 宇宙教育センターのホームページでご覧いただけます。今回のこのイベントの模様もアーカイブで公開予定となっておりますので、どうぞこちらもお楽しみに。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。